この大会は子どもたちの太鼓の技術向上や伝統芸能の継承を目的に県太鼓連盟などが開いていて、今年で27回目を迎えます。今日は県内に住む高校生以下の15人以内で構成される17チームが出場し、太鼓の演奏技術や表現方法などで得点を競いました。また輪島市の輪島甲州太鼓や輪島和太鼓虎之助などは被災を乗り越えて出場し、力強いバチさばきで迫力のある音を轟かせていました。大会の最優秀チームは来年3月に大分県で行われる全国大会に出場します。